こんにちは。今回は売買損益の中の多数売りの問題です。もともとの文章に関してはかなり長い文章なんですけれども、ここにはだいぶ省略して書いてあります。内容の確認をしていきますね。原価200円で100個の商品を仕入れた。1日目は原価の 15% 増し、200円の 15% 増しですね。2日目は1日目の値段。この時の値段の 10% 引きで、これで全部売りました。この時の利益が1160円です。では、1日目に売った個数は何個ですか？こういう問題ですね。では、問題を解く人は一旦ここで動画を止めて考えてみてください。では、問題の解説をしていきます。売買損益の問題、商売の問題の多数売りっていう問題なんですけれども、まずはね、条件をきちっとまとめていかないといけないです。で、値段に関してもいろいろ出てきてますけれども、まずは仕入れ。どんだけの商品をどんだけの値段で仕入れたかっていうのと、あと売上ですね。どの値段でどんだけの個数を売ったのか、これをまとめていきたいと思います。まず仕入れに関して。今回は原価、仕入れも仕入れた個数も両方とも分かってますね。だから仕入れにかかった値段っていうのはきっちり出てきます。200円で100個の商品を仕入れました。もちろんかけてもらったら仕入れにかかった値段っていうのが2万円ですね。で、まあ仕入れに関してはこんだけです。で、ここから売上ですね。売上に関しては1日目、2日目と。2日間の売上を考えることになります。1日目は仕入れた値段、原価の 15% 増し。15% ってのは小数で言ったら 0.15 ですよね。0.15 を増やすんだから、元の値段を1とした時の 1.15 倍の値段ですね。これが1日目に売った値段になります。200円の 1.15 倍だから230円。で、これで何個かの個数を売りました。2日目は1日目に売った値段の 10% 引き、0.1 引きます。ここの値段、今度はここを1として、それから 0.1 を引きますから 0.9 倍の値段ですね。230円の 0.9 倍の値段、207円です。で、これで合わせて100個売ったわけですね。仕入れた個数全部を売ったんだから、これが100個です。で、利益が1160円だったんですね。利益っていうのは総売上ですね。こことここの値段の合計から仕入れにかかった値段、これを引いたものです。これが1160円でした。ということは、この売上ですね。2万円で仕入れて、1160円の利益があったんだから、売上総額っていうのは21,160円。こういう風になってきますね。で、まあ、ここでね、これとこれ合わせて100個で21,160円っていう通貨目算考えてもらってもいいんですけれども、実際にね、200円で仕入れて230円で売った、1個当たりの利益で30円ですよね。この場合だったら1個当たりの利益7円ですね。1個当たりの利益に注目して通貨目算考えてもらってもいいです。そうすると、30円の利益と7円の利益ですね。これ合わせて100個で利益の総額ですね。1160円になった。こういうふうに考えると数がかなり小さくなるんで、だいぶ楽になると思います。今出したいのは、1日目に売った個数ですね。30円の利益が出た品物の個数ですね。これは何個かっていうふうに考えていきます。ね、もちろん通貨面なんでここからいろいろ解き方あります。面積図を書いて考える方法とかもありますけれども、まあ、今回はね、商売の問題、多数売りの問題っていうことを中心に行きますんでね、そんなにややこしくないように考えていきましょう。利益7円で100個売ると、利益の総額っていうのは、100個で 7×100 で700円になりますね。実際にはこの利益っていうのを1160円にしたい。ですから1160円にするためには、プラス460円。こんだけ増やしてあげないといけないんですね。だから7円の利益のものを一つ、これを30円に変えると、一つあたり23円増えていきます。23円増える、23円増える。いくつ7円を30円に変えたら、プラス460円を作れるかっていうふうに考えていきます。じゃあ、式がどういう風になるかっていうと、実際の利益1160円ですね。で、ここから 7×100。利益が全部7円だった時の利益700円ですね。こ
これとこれの差が460円になります。460円増やすためには、7円を30円に変えていきます。1個変えるごとに23円利益が増えていきますから、こんだけ増やすためには、20個変えてあげると、利益の合計が1160円ですね。この値になりますよ。こういうふうに考えてもらったらいいですね。ですから、1日目には20個売れたと。こういうふうに答えることができますね。今回は値段も個数も両方分かってました。値段が分からない問題や個数が分からない問題、2日間に分けて仕入れるような問題、いろいろ出てきますけれども、きっちり仕入れにかかった分と売上にかかった分っていうのを分けて考える。分けて考えると、こっちの合計とこっちの合計の差、それが利益になったり損失になったりとかします。単純に式をバラバラに並べていくだけではね、条件まとめたことにならないですから、きっちりとした条件のまとめ方っていうのを覚えてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いいたします。